螺旋のプリンセスは、シーのみゆき著、セタヒナコイラストによる日本のライトノベル。角川スニーカー文庫館。略称は、螺旋プリン。地球で暮らす、異次元人の様子を、シーのみゆきらしく時にコミカル、時にシリアスに描いたファンタジー小説である。シーのの前作、バイトでウィザードの前期を彷彿させるドタバタコメディの雰囲気も、ある一方で、 前作にはあまり見られなかったラブコメ色があるのも特徴。2007年12月の2巻発売からしばらく続刊がなかったが、2014年8月に小学館ジュニア文庫から1巻が自動書用にリメイクされて発売となった。2007年にザ・スニーカーにて短編小説トライアングル・フォトグラフィーが掲載された。2015年2月には同作の開講版が 作者のブログ内で公開された。天馬公園は、一人の王が治める世界。現在の王、万緑は、ひじりや荒星の実プであり、王は、天馬公園の唯一神、在留鏡から信託を受けることができるという。王の下には最高議会、ライオン大女児が存在し、次元を動かす組織となっている。天使列とは、一部の天馬公園人が生まれつき持つ、 特殊能力と、それによって起こされる現象のこと。大昔に、神の住む国で大戦争があった時、7人の天箱エンジンが在留鏡に味方して勝ち、その際に、在留鏡から送られた、人並み以上、在留鏡未満の力。力の源は、人の魂の部分に刻みつけられて現れ、見と目は、地球人の DNA にやや似ているが、 天使列は三本の虹色の線が螺旋状に絡まり合っていて、とても美しいという。神から使わされたもの、奇跡の並ぶ筋という意味で、天使列と呼ばれ始めた。天使列は遺伝で子供に伝わるが、配合をうまく行わないと、きちんと力が伝わらずに弱まったり消えてしまったりする。先祖の天使列をきちんと受け継いでいる一族は、名門と呼ばれる。 先祖をたどっても新軍七縁者に行き当たらない人は天使列が全く遺伝していない。天使列を持って生まれたものは万物を構成する要素に働きかけていろいろな現象を起こすことができる。その一族によって現象の規模や得意分野は異なるが小さめの力なら物質の変形、大きい現象なら世界を丸ごと作り変える。また、 天使列を発動させる際には、列式称号と呼ばれる手順が必要。魔法使いなどの呪文に似た専用言語を口にすることで、相応の現象を発生させることができる。列式は、学んだり暗記したりして習得するのではなく、見合ったものが称号者の脳内に自然に現れる。簡単な現象であれば列式称号を省略しても、発生できるが、高度な力を使いたければ、 称号者によっては変換補助材が必要であったり、称号と同時に物質と空間の脈動を測ったりもしなければならない。ちなみに、天使列のことを、ハムラはクルクルミオン、パワーと可愛く呼びたいらしい。ニエとは、天馬公園の宮廷儀式の一つ。天使列を与えてくれた在留鏡への感謝のために、数百年に一度、供物として王族を捧げている。 アラボシ王子は、次回の逃げ候補に自分が選ばれないように、肘を宮廷へ戻らせようとしている。角川スニーカー文庫、螺旋のプリンセス一木と自転車の騎士2007年9月1日、観光 ISBN978 から四から04から428,715から3、螺旋のプリンセスに秘密の塔の眠り姫2007年12月1日、 観光 ISBN978 から4から04から428,716から、霊小学館ジュニア文庫、螺旋のプリンセス魔法の王女と風の騎士2014年8月11日、観光 ISBN978 から4から09から23772から8スニーカー文庫一巻の内容を、児童文学向けに修正したもの。イラストは、アンズドウマイ。 ありがとうございます。